ということで今回もですねファイナルファンタジー4実況プレイ続けていきたいなと思います。さあということで、まあ、前回終わってからねそのまま撮っておりますということで、かなりねキャラがそう強化されまして、フレームソード、フレームシールド、フレームメールでね、光の兜、ガントレット、なかなかじゃないですか。でここで大地のハンマーっていうのがかなり強いんじゃないのか。あ、強さで言ったらセシルよりも攻撃力高いね。あ、高い高い高い。ただテラが何もあれ月防止とかなかったから、まあ、地獄の爪か剣法儀もし違う、待った、でも攻撃力で言うと指導の方が高いか。よし、まあいいや、まあいいや、死のことを言わずに戻ろう。でもってこの階層にはもう何もないのかな。でどっち行ったらいいんだこれ。またこっち右にあるね。さあでもってどこでしょう。こっちか。あ、またあった。でもこれで正解なのか。うわ出た、ちょっと待って、やばい、頑張れ。吹雪がやばかったんだっけ。またしまった、シドが死にそう、やばい、失敗した、回復するの忘れたやべ、シドが、シド7948強いじゃん。また一番後ろのやつだっけ、さっきのあれなんかすげえ一撃で殺され殺しにかかってきたやつ、あれなんだったっけ、あれなんだあれ。ケリお願い倒して、お願い、無理、これ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 、もうなシド、なんでシド死ぬ、なんでそんな吹雪に弱いんや。シドあれなのかな、あの寒さに弱いのか、何なんだあいつ、炎属性なのか。シドまた死んだぞ。あ、毒になって、あれ黒くなったら毒ってことなのかな。もう待ってよ、もうオッケー、強い、8928 9 2、シドが死んだ。でもシド強かったね。南極の風211、経験値美味しいね。ただ魔法でオッケー。レイズ、これレイズ使いたくないんだよなレイズ MP がねなかなかねえでガスよ。オッケー、またしまった、まあいいや、ごめん、 もったいない使い方したな今。さあこっちで合ってんのか。あ、待った、右にもなんかある、うわ失敗した、あっちが先か、待っていいや、行こう、まあいいや、ちょっと見てから行こう。こっち、さあこれ何なんだろう。あー待った、下になんかあるね。またこっちが先、あ宝箱だ、あまた宝箱だ、ちょうで、さあなんだ、司祭のローブ、きたこれ、装備テラ、これが最強、きたー司祭のローブ、どれが違うんだろう。お結構防御力、あーまっ、そんな変わらんけど回避が上がるね、だいぶね、かっこいいじゃん、見た目変わんないんだろうけど最強、オッケー、いいね、やったやっとテラにもいいやつが来た。よし頑張っていこう、これ終わりだ。ってことはもう一回戻れってことか、これ先制攻撃のチャンス、行こう、任せろ、808強いじゃないか。でもあ同じ同じぐらいなんだけど、おい光の戦士うちの主人公とねえ、なんかシドが整備工のシドが強いね、やっぱあれもうちょいダメージ欲しい、やばい、そっか範囲攻撃やるとカウンターが2回くんのかな、789、そういうことか、やめて、防御力がさちょっとこっちやばいよねこっちちょっと防御力が問題だよねこれね。158、ロットが来た、シドがレベル上がった、力が上がった、オッケーナイス、1191まで上がった、まあ HP 結構上がってるかも、でも食らうダメージも結構でかいからねこのゲーム。魔法セシル全体 OK、 最後やめて、よし行くぞ、こっちか、でもってどっちだ、ゾットの塔4回 OK、 こっちか、待ってマップ見せて、こっちか、なんなのこのパワーアップイベントみたいなやつ、待った、下になんかないな、ないね、こっちか、これなんだろうねこのパワーアップ謎のパワーアップイベントみたいな、このアイテムが、美味しいアイテムがいっぱいあるの。281、食らうダメージがでかい、おいおいおい殺しに来てるねさすがいい戦士だあいつ、こっちの弱点を見抜いているテラが一番やべえってこと分かっている、そして回復も大事だからってこと分かっているね。776、あのメスやるな
あーテラーの MP がなくなっていく、やばいね。 MP テラーな、もうちょっとあるとな。やっぱカウンターやめて、カウンターだから本人に来るのか。 OK、 そうだよね、そういうことだよね。 OKOK、 カウンターだから大丈夫だ。885、いやちょっとね、通常ダメージがでかくなったのはもっと何気に嬉しい、かなり嬉しい。 RPG はこうじゃないと、やっぱ通常攻撃強くないとね、こう爽快感というか強くなった感覚ないじゃん。でもせっかく買ったのに大して変わんねえとか言って面白くないじゃん。やっぱ新しい装備を手に入れてさ、強くなった時のある感激、あれたまらんよね。メニュー魔法行こうぜ。あ、なんかね、ファイナルファンタジーはあれらしいよ、5とかも面白いらしいよ。5とか。でもなんかの作品、俺冒頭だけでちょっとやったことあるような気がするんだよな。何か覚えてないけど。どっちだ？あ、待った。ん？これなんだ？もうマップで見えねえ。まあ、ん？セーブポイントか。オッケー。あ、びっくりした。なんかエレベーターがなんかでラストボスでも出てたのかと思った。アイテム。行きましょう。セーブしていいっすか。セーブしよう、セーブしとこうぜ。また忘れるから。ちっちゃテントちっちゃ、寝袋かよっていうキャラとテントのあれが おかしいだろう。セーブしましょう。セーブです。さあ1上からはいと、オッケー、セーブオッケー。これで待った、今ステータスどう、満タンになったね。オッケーだね。よし行こう。ってことはボス戦か。いや分からんな、そうとも限らんかもしれん。あれどっちだ、お金だいぶ溜まってきた。あれどこだ、あった来た。あ、なんだこいつら。ようこそゾットの塔へ。はい、お初にお目にかかる。なんだネズミだね、いる四天王この塔。あ、待って、四天王って、あの四天王、あの変なゾンビみたいなのいたじゃん。風のババリア様、ん、風のバルバリシア様の片腕ってことは、もう一匹いんのかな。毒だって。同じくマギュ、どっちが誰だか分かんねえよ。ラグ分かんねえよ。全員あれなのかな。残念か、お前たちの育成はここまで。クリスタルを私らがいただく。なんでだ、ブスやな。なんだデルタなんだかって、メーガスだって。なんか初めて聞いたな。三姉妹、あれ左のやつ足あんのか。オッケー、さあどうしていくかな。普通攻撃していいんじゃないかな。待った、やめるか。オッケー、546、待った、これは普通にあれかな。待って、アネジャ行くわよ。なんだ強いのか。こうやってかけてリフレク、リフレクってなんだっけ、回復、ん、魔法弾き返すんだったっけ。確かそんなんだよね、確かね、そんなんだったような気がする。じゃあ普通に攻撃していこう。普通に魔法なしでいってこう。カウンター戦う誰だ。オッケー、48、めちゃくちゃ強いじゃねえか。マグネ跳ね返して、やばい、デルタアタックやめてくれ。範囲攻撃じゃないこと祈るんだから。ためが長いなこいつら。サンダラやばい。ちょ待ってケアルラだな。オッケー、バカなの、こっちに打ちゃいいじゃん。これなんなの、なんでそっちに打ちゃなきゃいけ。オッケー、3、待って、やめてやばいな。ちょっと待って、魔法はダメなんだな。カウンター戦う、やめて、あいつちょっとダメだな。オッケー、また分かった、もうちょっと待って、ちょっと待って、白魔法で待って、全体オッケー、よしオッケーで分かったんだけど、待った、ダメだ、分かった、どれだ、どっちだ、誰だ、あっちリフレクか。やばい、真ん中のやつは攻撃すんな。待って、あ、やばい、リフレクかかった、ケアルだ。あ、やばい、あっち行っちゃった。嘘だろう。あっちに、こう待ってくれ、こいつリフレクってどうやってか治るんだ。白魔法、ブリング、ケアルだ、なんだコンフュー、違う、待って、なんかスロー、なんかなんかないの。エスナで、自分にエスナしてる通りがなんのかなこれ。ちょっとわかんない、もうなんかめんどくさいのが出てきた。道具から攻撃しよう。違う。待って、やばい、余計なの食らったんだけど。あいつ、あの細身のやつ、
あの野郎。オッケー、あいつ、あいつ、まずあいつどうにしよう。ナイス。いった。よしよしよし。どういう倒され方だよあいつ。おい、なんなんだその倒され方。何あいつ。ゴゴゴゴゴゴゴって落ちてきた。どういう倒され方。オッケー。で、埋めとこう。で、こっちね。オッケー。オッケー。オッケー、こっち。オッケー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 。まずちびっこ倒していこう。ちびっこ。まず次はちびっこだ。跳ね返すのやめて。こっちに打っちゃいいじゃん。打ち、跳ね返すことによって何倍とかあんのかな。デルタアタック。いやいやいや、お前ら2人しかいないぞ。もう2人しかいないんだ。やばい、ファイラーが来た。やばい、オッケー。まあいいや。フィット。ラグね。オッケー。戦う、ラグ。戦う、ラグ。多分魔法は効かないだけで、多分これハイポーションとか入んじゃない？いけるよね、多分ね。魔法だけだもんね、多分ね。なるほど、いける。オッケーオッケー。アイテムはいけんだね。オッケー。あとこれちびっこ行こうぜ、ちびっこ。と言いつつ、実はちびっこが本体だったとか。あ、やばい、間違えた。やばい。あ、余計なことした。あ、毒に、でも毒になった。お、毒になったよ。ほい。あ、なんかそんなに強くはないか。よくわからんけど。終わんないな。ラグ。ちびっこ。ちびっこ MP。 あの細身の姉ちゃんよりもはるかに強いんだけど、ちびっこ。まさか一番ちびっこがあれか。またやばい、マグに行ってしまった。あ、またまたいつもしまった。レンチャンで押しちゃう癖が。やばい、テラが、テラが死んでしまった。オッケーオッケー。でも生き返らすことによって、やばい、待ってこれ、これ、ちょっと待って。でも今生き返らせてもな、リフレかかってんのかな。508、もうカウンターうっぜ。もうカウンターがうざい。オッケー、やばい。547、このまま殺しとくか。違う、殺しとくかじゃなくて、ちょっと待って。オッケー。多分あれだよね、テラって一撃で死ぬよね。あ、でもそんなに。489、よし、オッケー。待って、テラ、やばい、ちょっと待って、テラ生き返らせようか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、いいや、ちょ、え、セシルってレイズあったっけ。ちょっと待って、やばい、やばい、し、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、テレポケアルラ、待って、ちょっと待ってね、待ってね、やん、オッケー。攻撃しなかったら攻撃してこないのかな、こいつ。オッケー、待った、ちょっと待って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 、回復させよう。で、持ってアイテム、こういったフェニックスの、お、あるね、あるね、オッケー。で、持って、すいませんでした、テラさん。テラさん、反撃食らったら一撃で死ぬかなと思って。アイテム、フェニックスの、お、オッケー。シートね、オッケー。あれ、何にも攻撃してこないのか。まあ、それはそれでいいんだけど。いいね、フェニックスのあの、なんか、絵もいいね、かっこよくない？なんか、青い羽が。待って、アイテムじゃなくて防御やめとこう。で、白魔法をケアルラ。なんか何もしなかったらかかってこないんだね。あれ、リフレコ来んのかな。来るかな、反撃だから絶対来るかな。またシード絶対死ぬよね、絶対死ぬよね。全体 OK で、持って戦うの、回復来てからにしようぜ。ケアルダ。オッケー。どうなってる？よし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 、前回したね。オッケー。いくぞ、オッケー。戦う。オッケー。カウンターやめろよ。435。待って。まあ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 、いいんじゃない？オッケー、オッケー、オッケー。あと回復だけしとけばいいんじゃない？レイズ！うわ、めんどくせえの来た。うわー、こういうこともあんのか。やばい、やらっちまった。時間かけてしまったがために。オッケー、やばい、よし、オッケー。やばい、失敗した。午後に。めんどくせ、めんどくせ、めんどくせ戦いだな、これ。何やってんだ俺は。またあいつらゴゴ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 って落ちる。真ん中のだけ倒したら、真ん中のやつ倒せばいいのかな。でもそんな早く、やめて。なんで生き返ってんだお前。
長くね、リフレクきた。まあまあまあ魔法かかないからいいよ。毒なってるから色がよくわからん。落ちていけ、あのゴゴゴゴゴゴゴって落ちていけゴゴゴゴゴって言って落ちていけ。また石像のごとく。おい、ダメだ、強いな。リフレクなかなかでも攻撃してこないよね。オッケー、これ真ん中で倒せばいいのかな。またすげえ長くね、このし、よし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 、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。真ん中倒した方がいいのかな。真ん中倒すか、真ん中倒した方がいいんじゃないのかな。どっちだろうこれ。真ん中倒すか。またリレーズされても困るしな。あ、やばい、待って待って、ちょっと待って、いやテラが余計なことして今アップね。テラ一撃で殺されるんじゃないか。やめて。まあ、回復しないだけマシか。ブリザラオッケー、行こう。オッケー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 、回復しよう。カウンター、まあ、カウンターはいいよ、仕方ないもん。この際やべえ。オッケー565オッケー、来た。おっと、一人だけ残ったこのね、なんこの石像みたいな倒され方、これどういう演出よこれ。よっしゃ来た、もう大丈夫だろう、もう大丈夫じゃないですか。あいつもしかしてまさかの通常攻撃入ったよね。オッケー、全員オッケー、行こう。え、やばい、待って、危ない、いいのか。オッケー、今までで一番強くはないんだけど一番長い戦闘じゃないこれそうだよね、ちょっと一番今までで一番めんどくせえような気がするんだけど。オッケー、ほぼ回復するんだよねこれね。オッケー、ケアルーだ。オッケー、ほんとテラ様様じゃないテラいなかったら大変だよね。ケアルダはでかいな。ゴーゴーさん、なんだちびっこ、お前まさかリレーズかけてくるね。もう頼むよ、頼むぞ。ちょっとこれはさすがにセーブ終わったら絶対セーブしよう、セーブしよう、セーブしようよ、セーブセーブマジセーブしよう。ちょっとセーブさせてもうやりたくない、これはちょっと。まあ、中段セーブちゃんとすればいいんだけどね、どこでもできるから。571めちゃめちゃ強いじゃねえか。サンダー来た、やべ、なんか来てる、来る。まあそんなダメージ食らわないか。これなんでこんなに、まだオートでいいやもう。めちゃめちゃ強くねこれこのちびっこ、よっしゃ終わった、長えよちびっこ。でも片腕って言ったからな、もう来る可能性、まだいる可能性あるからね。ちびっこ長えわ。よし、どれぐらいだ。おお、超もらえたんだけど、超1万5000円とか。頭奥31まで上がったんだけど、すげえ。29、ちょセーブしない、セーブしに行こう、セーブしに行こう、セーブ戻ろう、セーブに戻ろう、セーブ戻りたい。よっしゃ、バカな、デルタアタックが破れるとは。姉ちゃん、魔物なのかな。ちょセーブしよう、セーブしよう、セーブしよう、怖い怖い怖い。よっしゃ、危ねえ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 。今魔法 MP ないね、ちょっと戻ろう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 、危ねえ怖え、やった、危ない、よかった。ちょやばいと思ったね、ちょっと危ないと思ったね、ちょっと危なかったな。オッケーオッケーオッケー、アイテムテント、だからテントがちっちゃいんじゃテントが重くそちっちゃいんじゃ。よし、で、ちゃんとセーブしよう。セーブ、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 セーブ。セーブしまーす。セーブしまーす。セーブしまーす。セーブしよう、セーブ、セーブ。よし、オッケー、オッケー。よーし、これで死んでも、これでもう、もう一回やり直すから、今のやつはやり直したいな。あいつはやりたくない。もう今の3人のやつは、もう、部長めんどくさかったからもう戦いたくない。さあ、もう一匹出てくるんだろう。もう一匹出てくるんだろう、どうせ。待った、6回？今度6回。待った、上に行くだけか。ほい、上に行くだけだ。敵は出てくるのかい。うわ、いた、うわ、いた。これでも後ろ扉があるな。あ、来てしもた。さあカイン来た、強いのかな。ご苦労だった、ゴルベーザ。ローザはどこだ。クリスタルズが先だ。ローザは無事なんだろうな。まあ、カインがいるから
もちろん無事だってさ、クリスタル渡してもらう。わからん、昔のゲームだからな、結構案外あっさり人殺してくるじゃん。昔のゲームってちょっと殺してくるじゃん、簡単に。土のクリスタルは渡してしもた。ローザを返せ。ローザ、いやほら出た。何、話が違うぞい。貴様どこまでも汚いやつ。老いぼれに用はない。貴様会えなくても私にはある。思い知るがいい、アンナの痛みを。大丈夫か、やばい、なんか死亡フラグが。ねえ、これ死亡フラグって言うんじゃない？何やってんの？は？これ何やってんの、テラさん。なんで一人で。もう分かった、もう一人頭に血のぼってる。2200、おお、結構いいね。所詮多い俺のお前に。なんだ？なんだ？私を倒す力などないはず。いや、分からん。2000とかダメージ食らったぞ、お前。なんかかっこいいと思ったけど、これで戦闘で見ると大してそんな強そうじゃなくない？じゃあなんかかっこよくないな、なんか。安物ガンダムみたいじゃない。なんつったら、なんか下半身があんまりかっこよくないよね。おお、2000ダメージ。メテオ使うときは来たか。メテオだって。あれ、メテオってこの、やめろ、そんなことしたら、それで一人なのか。そなたの方が持たぬ、やばい。どうなるんだ、どうなるんだ、帰り討ちか。この位置全てを MP に変えて。命に変えてよくない、別に。なんか MP とか言っちゃうと、なんかさ、世界観が突然。なんか貴様を倒す、かっこいい。テラ感動のラスト、メテオ来たー。思った以上にちっちゃいな。おお、9900、うっぱっぱからメテオ。おお、すげえ。ただ MP だから。おお、あ、終わってった。さっきのあの、バカ三姉妹と、ゴゴゴゴゴゴゴって落ちていったんだけど。つえー、テラ。あ、目の前にいる。どういうこと？貴様、メテを使うとは。かっこいい。あ、待って。あ、テラ。大丈夫？やめてよ。貴重な回復係なんだから。違う、そういう意味じゃないんだけど。え、待って。倒せてないじゃん。あ、待った。え、待って、あ、術が解けたのか。やっぱりなんかそういうことか。迷う、貴様はすでに用済みだ。この借りは必ず返す。逃がすか、行け。今手を入れるうちに。舐めるな。いや、また行くんだ。なんだ、なぜとどめを刺さない。あ、喋った。お前は一体は。なんだ、なんだ、この勝負をひとまず預ける。なんだなんだなんだ。セシル殿、大丈夫か。いけ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 、ゴーゴーゴー、やん、いけやん、いけ。まさか謎のカットシーン。倒せなんだから。喋っちゃいかん。これも憎しみにとらわれて戦った報いかもしれん。アンナの仇を。ああ、テラちゃん。テラ、あ、死んだの。はあ、もう死んでしもた。目を開けんかい、このクソジジイ。テラ殿、娘さんと安らかに暮らすんじゃぞ。ここで、ここで。アンナとあなたの仇は僕らか。え、ここでなの。あ、なんだこれ。思い出すを手に入れた、だって。え、どうしたらいいのこれ。え、お前はどうしたんだ、カイン。どうした、カイン。術が解けたらどうなるんだ、セシル。すまん、俺は。ああ、正気に戻った。操られていたんだ。仕方ないさ。しかし、意識があったのだ。俺はローザを。やっぱこう、惚れた。あ、時間がないって、待って。ひぃー、どうなる。あー、待って、やばい、18禁。セシル。やばい、超セクシー。あっぶな、ギリギリじゃん。
セシル髪の毛の量多ローザ、私あなたが来てくれと信じている。待って、カインがいるからやめて、見せつけないで。ローザ、君がいなくなって分かったよ。僕は君を、やめて。ちょっと待って、カインがいるから、せめてやめて。やれやれ、お熱いこっちゃ。まあいっか。カイン、正気に戻ったんだ。許してくれローザ、操られていたばかりじゃない。僕は君にそばにいてほしかったんだ。カイン、どうなってるんだこれ、戻ってくるのか。ヒルドラや、ヒルドラ、一緒に戦いましょう。カイン、すまない、許してくれローザ、セシル。ごちゃごちゃ言うとる場合じゃなかろうが、ここは危険じゃぞ。行くぞカイン。お、竜騎士である君の力が共にゴルズベーザーと戦ってくれるような。お、すまんセシル、ローザ。おー、白魔導士竜騎士ローザ、よっしゃ帰ってきた、来た、帰ってきた。あと一歩遅れたらこのキロチンがローザ。本当だよね。さあということで、まあちょっとボス戦がありましたが、なんと、いや、テラが死んでしまった、戻ってこないな。あの2人の魔導士も、まあやっぱちょっと言うてもリメイクもだけど、昔のねゲームなんでね、多分これ戻ってこんだろう戻ってこないな。残念。テラな、よかったのに、強かったのに、魔法めちゃめちゃ強かったからな。まあいいや。さあということで、無事ローザ救出、そしてカインとローザ仲間になったということ。なんだろうね、貴様は誰だとかね、なんかね、ゴルベーザがなんか言ってましたが、まあ、謎は深まるばかりです。もうそろそろ最後なんじゃないかなと思ってるか、違うのかな。さあということで、今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん。